ありがとうございます。あともう一件別件で沖縄でアメリカ軍兵士による性暴力事件が相次いでいる件でして、これまで2件と発表されていたんですが、先ほどの林官房長官の会見でこの他にも去年以降で、報道発表していない軍関係者による同様の事案が3件あることを明らかにしました。でアメリカ軍兵士によるこうした事件が相次いでいること自体の受け止めとですね、事件について報道発表をせず、また政府から沖縄県に対して、情報共有もされていなかったことについて、どう考えるかお聞かせください。大変よろしくない話でありますし、そもそもこういった事案が起こらないように各関係者が細かな努力をこの複数年にわたって積み上げていくということが大事だと思います。で政府には政府も公式発表されて官房長官会見でも言われてますが、やっぱりアメリカに対してもですね、より厳しい姿勢でこういったことの再発防止、そして今後の対応改善というものを求めていっていただきたい、このように考えております。